どうも日本一です。もうすぐね全日本ベテランが始まりますね。頑張ってください。適当。全日本ベテランなんで今までの戦い方でももちろんねいける自信を持ってやるんですけど、やっぱりもうちょっと武器が欲しいと。何が足りひんと思う？知名度一番大事ショットの話。僕が思ったのはスライスとかドロップとか、あそっち系があればフォアハンドが輝きが増すんちゃいますか。確かにそこら辺は僕もなんかコメントでもね、なんかドロップしたらいいのにみたいなのは多分くださってたと思うんで、僕もそれは思います。なのでちょっとスライスとドロップといえばタグなんで5万で、はい、しっかり取られます。その分ね、あの僕の引き出しが増えると思えば全然安いもんですよ。使うかどうか分かんないですけど、5万円のスライスとドロップを教えてもらいましょう。まず送ってもらって視聴者の方に辛口コメントいただきましょう。恥をさらせと。どうぞ。キングやな。温かいコメントをお願いします。どう？終わり。まあ僕そもそもねスライスの練習正直したことないんですよ。打たないって決めてたんで現役の時は。変なプライドですけど。どうでしたでしょうか。3つ気になりましたかね。はい、1つは、はい、球が速い。ああなるほどね。打つ球が、打つ球と、はいはい、スイングスピードも速い。確かに速いかも。スライスは時間を作りたいショットなんで、うん、皆さんスライスで速く打ってしまったら時間が使えないと。ああなるほどね。理想はゆっくり低く。確かにそれ打ちにくい。高校野球の CM の長いお付き合い京都銀行。ラケットにボールを乗せるイメージです。そんなじゃあ頑張ってこうシャーって振らなくていいってことやね。そうです。あ全部僕振り回すタイプなんでね、スライスも一緒にそれをやってしまってたんで、ゆっくり頑張ってくれます。あと2つは横向けてない。あ横向き、横向きのまんま打つってこと。フォア打つとき日本一さんこう入ってくる。確かにコースが隠れるんで。確かにスライスの時は確かにそれはね僕も正直ちょっと思ってたんですよ。試合の編集とかしてるときにね、スライスすごいこう開いてんなっていうのは思ってました。やっぱダメなんすね。あれなんでダメなんすかね。開いたらコースバレますね。だからか。本当はスライスって打点めっちゃ後ろじゃないですか。前向いてたらここまで打点が絶対前なんで。確かに横向きます。最後重要、左手で引く。左手で引く。あなるほどね。右手でこう引いてるんで。あ引いてるかも。右手で引くともう切るスライスにしかならないんで、左手でもう面作った状態でそのまま出していく。あなるほどね。左手でもうこうやって面作っといて、 でそのままゆっくりこう出すみたいな。完璧やん。はい、もうできました。もうできる。もういいんちゃいます。もうちょっとやらしてやらして試合やんねんから。とりあえず手本見たいんでちょっと打って5万円払ってんねんからタグのお手本から見ていきます。こんな感じです。なんなん最後の。うまいでしょ。ゼロ式ドロップ。
普通にスライス飛んでくるんや思ったらいきなりドロップしたから、ね、まあだからドロップもあんな感じで打ったらいいってことなのかな。これができてコースが隠れて打つ場所わかんない球。いや、タクのはね、特にね、僕あんま分かんないんですよ。そんな打ち方、その引き方でドロップみたいな。あれやっぱね、あったらね、めっちゃ強いと思うんで、頑張ります。じゃあちょっと、お願いします。どう？まあまあそもそも俺こんなとこでスライス打たんまあでも打ったことないからこそ相手からしたらえそこスライス打つんっていう知ってる人とかやったら聞きそうやね。バックの高いところは狙われますからね。まあ確かにな。だからそういう時は俺いつもこっちでこうやってやってたからここでほんまに高い打点でスライスあんま打たへんから。でもスライス上手い人ってこっから打つやん。片手やと。ああそうやね、必然的に片手バックはちょっとここ力入んないもんね。ライジングでいけないときはスライスにします。確かにその発想はやっぱあんまなかったんで大西くんとか聞きそうやねっていうかあのさっきタクがやってた時一番最後にやったあのドロップあるやん。ドロップショットの方が俺ちょっと気になるかも。打ちたい。僕ドロップというより今スライス打ってたじゃないですか、うん、あれ短く打つだけなんですよ。同じフォームから、うん、同じ弾道でコース隠してるじゃないですか横向いたら。ああそうやな。今まで長く打ってたのをシュッと短く。聞きました皆さん、あの上手い人の典型的なやつシュッとやったらいけますみたいなねできんからネットがあってこういうイメージでいかないです。こう落ちていく。あなるほどね。いわゆるこうドロップってファーンポンポンみたいなではないってこと。何を変えてんのじゃあスライスと。面の角度開きぐらい。おお、ちょっと上にするってこと。そうです。飛ばしたくないときは若干でこうさっき遊びで打ったやつがこう開いて、うん、って打った感じです。へえ。俺が今プシューンっていうやり方で打ったら多分めっちゃ上上がる気すんねんけど。かゴロっちゃいます悪口なるほどね。ちょっとだから打ち方は一緒で構えも一緒で面当たる打点の時の面をちょっとだけ上にしてるってこと。そう気持ち開く。へえ。なるほど。ここまでは一緒なんでこういってあとは当たった感触でどんだけ前出す。ああまあまあこの辺の感触はちょっと人によるもんね。普通のスライスに比べてやっぱりフォロースルーは短くなるんでここまでは一緒。なるほど。テイクバックは一緒。当たってからタイミングが早かったらちょっと前出したり遅れたら止めたり調節するっていう感じね。じゃあちょっとタクが打ちます。ああ弱い。
クロス難しいですね。こっち。球出しでようできるような球出しでドロップショットって難しいんですよ。リズムもないしね。結構ドロップで相手の球の力利用して自分で飛ばして打たないすんごい難しかったです。確かに僕はそこからやっていきます。どうやった？まあまあまああとは実践で。いやそうなんや、使ってみて。いやそうなんや、結局やっぱり球出しとかはできる。実践でラリーの中でやらんとあかんもんな。あれ一回できたらできますよ。スライスは多分ね使わざるを得ないと思うから。ベテランの大会はドロップに至ってはまあ僕が打つか打たないかの判断にはなるんですけど、まあせっかくなんでやってみたいなと思います。頑張ってくるわ。僕の希望としては決勝まで行き、おうマッチポイントを握り、うん、逆転負け、なんでやねん。で日本一選手チャンネル第1勝終了終了のが一番綺麗な形それで頑張ってください。まずそこまで行く時点ですごくない？そもそも行けるっしょ。自分じゃないからって第2章の弾みにもなるためにもね、僕はポイントを稼いどいた方が来年は楽になるので、今度はダブルスに集中できるんで、ダブルスは優勝したいんでね来年。僕シングルも頑張ります。あ、そうですそうです。タクはタンプ頑張る。今頑張ってるメンタルを持ち返したので安心してください皆さん。地に仕上がりつつあるこれからの僕たちの活躍も期待して動画をお待ちください。それでは皆さん、気軽ないテニスライフを。あたしゃしゃ